じゃあ行きますか。さあもう神奈寺も通過ですね。あそこに見えてるのは星の矢のね展望台みたいなやつね。あともうちょっと行くとあれかあれか、その左側があの旧日本軍のね、あの岩場のとこ。ほんと木も低いよね。木がだいたい3メーターぐらいだもんね。みんな高くて5メーターぐらいじゃないかな。ここにもね、あの日本軍の掘った穴があるんだよね、この岩の中に。行ってみたいんだけどね、ここまで来るのがなかなか大変で。さあまだまだ続いていきます。今竹富島のね南東のあたりに位置してて、今風も追い風になってきてね、位置的に風向きは変わらないけど追い風になってきて、まあ、楽ちんだね。潮をね、だからいい感じです。まあ、波があるから下が見えないのがちょっとつまんないんだけど、ちょっと休憩して出発します。今あそこに洞窟がどれだ、あ、これかあるんだけど、多分前回のあの洞窟探検で行ったとこだね。こう見るとでかく見えるね。あの時もうちょっと狭かったよな。南側に来てた真正面、あっちにね西表島が見えて、小浜島と西表島ね。で向こうにも黒島も見えるから、西から出発して日産橋からね、北回って東回ってもう南まで来た。あと4分の1だ。今12時、あ、出発10時20分だったっけ。あ、1時間半で来れたね。まあ今日は風向きも潮も良かったからね。で満潮になり始めるのね、これから。そうすると南から北にこう海、潮が入っていくから、ちょうどそれに乗ってね、西へ、西桟橋へ帰ることができると。もう完璧、ね。まあ、その代わり買い物に行かなかったから、まあ、冷蔵庫は空っぽなんだけど、ね、冷蔵庫は空っぽだけど心は満たされるのかな、わかんないじゃあゆっくり行きますか。今竹富の、ね、南西側に今、後ろに海地浜があるんだよね。まあ、向こう小浜島の方角なんだけど、目の前に陸地がだいぶ出てきてて、ちょっとそこまで行ってみようか、ね、どうなってんだろうね。結構すごいよ、陸地が広い。ちょっと行ってみます。この辺にね、もうあの浅いところがあるね。今いるとこすごい綺麗、多分5メーターから10メーターぐらいかな。周りが全部水色でね、すごい綺麗だよ。 誰かと一緒に来たかったねこれシュノーケルの道具持ってくればよかった。ちょっと朝思ったんだよね、いやないかと思って、船から降りないかなと思ったけど降りるねこれ。いやすっごい青いね、ここ最高。竹富は東側と西側がすごいいいね。なんでこうなるんだろうね。さあ今竹富の南西側のあたりから西桟橋、西側の方へね、真西へ向かってます。コンドビーチがね、だいぶあの砂浜が露出してるはずで、あ、目の前に船が止まってる。あれ、避けていかないといけないかな。ちょっと目の前の船をどう避けるか迷うな。右側から行ったら多分砂浜なんだよな。左から行くか。ケツが痛くなってきた。あ、今度上陸したいな。ちょっと寝っ転がりたい。